ワン、ツー、スリー、フォー。村を見つけた、村を見つけた、村を見つけた、ついに見つけたぜ。イエーイ。瀬戸康史のマイクラ PE 実況。どうもこんにちは、瀬戸康史ホジッチです。あの日本代表監督のあのね、ハリル・ホジッチっていうあの監督の名前ね、言いたくなるよね。瀬戸康史ホジッチです。すいません、行きましょう。今日はですね、見てくださいこれ、昨日頑張ってつけましたよ。柵を2段にしました。まあこの辺に生えている木の関係で、なんかね、色が変わってしまいました。なんか美味しそうなクッキーみたいなね、美味しそうなクッキーみたいになって、実はちょっとお気に入りだったりします。いいよねこれ、なんかちょっとこだわりました的なね。実はまあただ木がこうなっちゃっただけなんだけど、すごいいい感じになりました。そして脇つぶしも昨日ざっとやりました。屋根の上もね全部、一応僕なりに脇つぶしはしました。でですね、もうちょっとで日が沈むので、画面を一番暗くして、初めての夜、まだこの村で夜を明かしていません。初めての夜を、迎えて脇つぶしチェックをしていきたいと思います。かなり怖いんでね、ちょっと気をつけなきゃいけない。ブライトネスを一番下まで下げます。そして夜になると脇つぶしできてないところが真っ黒になって分かるようになると。あと敵も出てくるので、剣も持って、あとパンも持ったよね、あと松明持って、これで待機したいと思います。よし、日が沈むぞ。村人の家の中も一応全部脇つぶし したんですけど、村人の家の中にゾンビが出てきたらやばいです。でマイクラ PE の村人は敵からは全部逃げるらしい。村人は敵はゾンビだけが村人を攻撃するらしい。スケルトンとかは攻撃しないみたいです。ゾンビだけが村人を襲うというルールがあるみたい。だからゾンビが現れたら終わりですね。ただ村人は逃げ惑うらしい、敵からは。そういうことです。それでは行きましょう。光の芸術、イルミネーションでございます。じゃん、チャンチャラチャン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 チャラ。なんかイルミネーションの曲怖いな。そんな曲じゃない。おお、来た、夕日来ました。さあ、まだら模様に黒くなってますね。暗いとこ潰していきましょう。皆さんもねこの方法使ってみてくださいね、すげえ便利なんで。そして二重に張り巡らされた柵、これは二重にすると外に現れたスケルトンの弓矢、飛んでくる矢も防ぐことができるそうです。ちょっと怖いな、敵出ない。で村人も実は2人この家の中から出ちゃって2人歩いてます、村人。なのでもしこの町の中にゾンビが出たら村人を襲われます。なので素早く巡回して、やばい、この辺やばい、この辺やばい。はい、出てきましたね。ほらほら、2人います。クモはさすがに入ってくるの。でもクモは村人は攻撃しません。ゾンビだけです。あ、あって、逃げた逃げた。うわ、なんでなんで。入ってきてんじゃん、余裕で。なんでなんで。クモはやっぱ入ってくるのか。困ったな。でも村人逃げましたね、今ね。やっぱ逃げるんですよ、村人は。もうよかったよかった。敵からは何でも逃げるというルールがあるみたいなんでね。あ、でもいい感じじゃない。いやでもね、村広いと大変でしたこれ、脇つぶし。あー、いいねいいね、綺麗だね。どうもどうもね、なんとか村を守りましたよ私。パトロール完了でございます。もう安心してこの村を歩いていただいて大丈夫なんで、夜も安全ですね。これからもよろしくお願いしますね、この村ね。はい、大丈夫だね。屋根とか湧いてないよ。屋根も一応潰したから全部ね。ちょっとあの広い家だけちょっと確認していいですか。どうもお疲れ様です。広い家だけね、この家も一応湧き潰したんで。ここにもね、実はね2人いたんですけど、1人外出ちゃったんですよ。だから1人だけです。うん、大丈夫ですね。お疲れ様です。こんばんは。あの夜の見回り来てるんですけど大丈夫ですか、おじいちゃん。はい、ね、ちゃんと寝てくださいね。もうあの夜の3時ぐらいなんで、ちゃんと寝、あ、出たいんですね。
出たいんですね、うん、でも出さないですよ。ああ出さないですおじいちゃん、戻ってこないですよねおうちに。おじいちゃん外出たはいいけど、ああ戻れないですよね。アップデートまで待ってくださいね、おじいちゃんアップデートまで待ってくださいね、うん、ああアップデートでおじいちゃん賢くなるまで家にから外出しません。そして何気にここで家族が形成されているっていう事実家族が形成されているっていう事実ですねまた入ってきた何なの君たち。鳥です。鳥さん、今逃げた、村人逃げたね、今村人逃げたね。え、どうした、あいつ何ダッシュしてるね。敵来たどうした、敵来た、村人が高速で走ってったんだけど今。まあいいか、寝ます。はい、これでとりあえずですね村を守ることができたわけです。それでは、うわー来ちゃってるよー、来ちゃってるよー。それでは今日はですね何をするかと申しますと、この村のシンボルの塔を、やっぱね遠くから見て分かるようにしなきゃいけないんで、塔をね建てたいと思います。エンコちゃん久しぶり、エンコちゃん久しぶり、やっと見つけてきてくれたんだね、これね、うん、ありがとう。で、どんな塔を建てるか、おぞす。今日もね、ちょっと私塔を建てるんで、炎に見舞われた村なんで、これは燃えてた村なんで、やっぱシンボルとして建てるのは燃え盛ってる塔がいいと思うんですよ、私。どうですか。まあ非常にコンセプトとして、おはようございますコンセプトとして、ね、塔を建てるんで、はい、よろしくお願いしますね、おじいちゃん。ね、そこ見れば、あ、ここうちの村なんだってすぐ分かるようになりますんで、コンセプトとしては塔を建てて上からマグマを流す。そうすると上からマグマがずらー流れて、夜ものすごく輝く、全体が輝いてる塔ができるわけですよ。それを今日作ってみたいと思います。ここの下の家、どうやって行っていいか分かんないって僕言ってたんですけど、豚ちゃん登ってきたんだ君。こっから上に貫いて、階段で行けるようにしたらいいんじゃないかっていうアドバイスをいただきまして、あ、なるほどなと思いました。なのでこっから行こうかな、ちょっと上向きにちょっと貫いてみます。行ってきます。もうすげえ短い、あっという間だった。これどこに出るんだ、おお、すごいめっちゃ畑の中だしめっちゃ畑の中だし、やだなこれ、これやだわ、めっちゃ畑だし、まあいっか、畑をちょっと改造すればいいか、ここにしちゃおう。で、こっからここに柵かなんかつければ敵入ってこないってことだね。まあそれ後でやっていくわ。じゃあマグマをすくってきてやんなきゃいけないんで、ちょっとマグマすくってきます。ここにね1個だけマグマを、この村を燃やしたマグマです、これ。うちの村を燃やし尽くしたマグマ、鍛冶屋のマグマです。取ってどの辺建てようかな。あ、ちょうどここあるじゃん。でもこれ木が燃え盛っちゃうね。こっからちょっと行ったところにしようかな。この辺でいいっすかね。この辺で。やべ、日が沈むな。よし、朝起きたら行くぜ。この次の夜にはもう塔が立っててマグマを眺めてられる状態にしたいですね。そのマグマを眺めて終わるという感じですかね。それでは参りましょう。鳥さん、おはようございます。鳥です。今日はね、僕ね塔立てようと思ってんすよ。塔塔、めっちゃ逃げ、めっちゃ逃げてった、めっちゃ逃げてった。よっしゃ、ここ立てるぜ、立てるぜ。しゃ、逃げ道を断つ。よし、こっから一番上に登ってどうやって溶岩垂らせばいいのかはまた後で考えよう。よし、とりあえず進もう。行きます。間違って落ちないようにだけ気をつけないとね。一番トップまで行ってやる。あれだね、一番トップまで行ったらちょっと横に進んで、で自分の足場を切って塔の上に、おーおー、石になっちゃった。まあいいか、
まあいいや、まだ行くわ。はい、ここてっぺんです。ここでゲーム消しちゃうとゲーム立ち上げた時にうううううってなる。危ないエリアです、危ないエリアです。うわー、これか、上から眺めた。ちょっとあれやっとこう。これがマイクラの世界のてっぺんでございます。キノコいっぱい見えますね。もうね、植林場作らなくてもね、木切り放題。俺がオオカミを最初に発見したオオカミの森はどこにあるんだろうね。結構近いはずなんですよ。塔見えないよね。あー、上から見ると分かりやすいね。こんな形になってたんだね。家が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、あ、12だ。家が12個ありますね、全部で。そういうのも上から見るとすぐ分かりますね。はい、ということでここから作っていくよ。落ちないように。こっちに逃げます。3ぐらいでいいか。はい、最新の注意払っていきますよ。そしてこう切ります。これ真下落ちても大丈夫なやつだよね、もうね。で、ここにマグマをポチャンと置けば下に流れていくわけだよね。うわ、めっちゃ楽しみ。いきます、せーの、ドン。あ、あ、一番トップだからだ。うわ、マジか。うわ、マジか。なんだよ、一番てっぺんはダメなんだ。うわ、マジか。また戻ってこなきゃいけない、マグマ。いや、つかマグマなくなっちゃったんだけど。何このオチ、何このオチ。マジで、マジで言ってんの、マイクラさん。この辺マグマないよ、マグマ見えないよね。こう落ちるわ。じゃあ、ちょっと待ってよな、何これ。何これ。まあ塔は立ったけどさ、じゃあ水の塔にして終わりますわ、とりあえず。残念だな。いやー、学んだよ、一番上に置いちゃダメなんだ。その上は存在しないからね、世界として。まあ考えりゃそういうことですよ。はい、トップ来ました。ここもちょっと削るわ。もうこんぐらい削って、で、ここに水垂らします。いきます、せーの、ジャボン。入った。よし、俺も降ります。よし、はい、完成しました、水の塔でーす。残念で仕方ねえわ。今度マグマ取りに行ったら絶対マグマの塔にします。あ、こっちから行けねえのめんどくせえな。ここも掘っちゃおう。よし、はい、見てください、村人さん、あれですよ、うちのね、村のシンボル、水の塔です。水で、あの、僕が消火したっていうね、あの、炎を手で殴らずに水をまくだけで消火したっていうね、そういう、あの、記憶を残そうと思って水の塔にしました。どうですか。まあその炎ではなくて水というコンセプト、はい、ということで、マグマ手に入れたらマグマの塔もちょっと建てたいなと思います。それでは以上、瀬戸康史でございました。あの、マイクラの世界のてっぺんには気をつけてください。それでは、じゃあの、はい、どうも、田口です。実はね、今も出てます、田口です、田口です。瀬戸さんがいい感じにね、あの、カメラのね、位置調整してくれてるんですけど、なかなか瀬戸さんね、私の話を聞いてくれず、この塔のね、コンセプトについて語ろうと思ったんですけどね、今回一度も喋らせていただけなかったということでございます。なかなかいい村でございますね。私の後頭部はあまり映さないでください。後頭部はあまり映さないでください。瀬戸さん、もういいです。私もあまりそんなにアップで出られると困る。あ、後頭部は映さないでください。私の後頭部ちょっと気になってるんで、映さないでくださいね。
ということで、この村どうなっていくんでしょうかね。さようなら、田口でした。